だってその再現率 2% だとしたら 2% を身につければ、うん、残りの 98% にはね勝てるからね。勝てる勝てる。 2% しか習得できないものを俺は持ってるっていう自信にはなりますよね。そう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 、だからその方が売りになりますよね。確かに再現率 100% を習得しましたって言ってる人より、うん、確かにそこ痛いなぁまたヘナヘナしてるでも割と思うのはもしかすると首って割と気持ちいい部位だから、はい、リアクションが薄いのかもしれない。あーぐらいのなんかかな。だから聞いてなさそうになるのかな。どうでしょうね。うん、自分で受けてみたら結構そのズバッと入ってると思うんですけどね。うん、やっぱこううちのお客さんかなりこう入れてほしいという方が多いから、うん、だからこれを見て、うん、いやそんなんで本当にズバッと入んのかよって思ってるかもしれない。あ、まあでも首なんて軽い力でねいけますからね。まあ普通はね、うん、あそっか普通はなんだ。めちゃめちゃゴリゴリの人はやっぱり来るんですね。そうですね。だって俺だってその首はうつ伏せでもう腰だと思って押せって言ってるから、うん、普通にいますよ、そのぐらいの。怖くてできないよ、首に腰を感覚いやだから普通の人はそうなるんですよね、うん、でも俺もその感覚だから、うん、その首を腰みたいにやってくださいっていう注文が来たら、うん、多分分かりましたって多分。あーそうね、うん、自分がそうだからね。そうそう、自分がそうだから、うん、それがスタンダードになっちゃってるから、はい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 、だからあのトーク戦の時 も、うんうんうん、もうペチペチされてる感覚しかないって言ってめっちゃ叩かれたじゃないですか、はい、あの叩かれてる言葉の方がトーク戦より効くわって思いますよね刺さるわみたいな。刺さるわ何言ってましたっけ。でもなんかねあれなんですよ、なんか基本、はい、太ってる人に対して厳しいっていう感じがある。うん、思うになんかデブは動いてないせいとか、はい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 、デブは甘いみたいななんかなんていうの、まずは痩せるよみたいなことすごく言うんですよ。でもなんかなんだろう、私夫も太ってるじゃないですか、はいはい、だからなんか別に働いてるし、はい、別に動いてなんなら私たちの方が怠け者ですからねでうちの母親も太ってるんですけど、はい、めっちゃ働き者ですし、別に太ってるイコール怠け者とか、うん、そんなことないっすよね。逆に俺体重つけようと思ってつけてますからね。うん、じゃあお前ら20キロ増やせるのかっていう話で、うん、必要でやってる部分もありますからね。ただその分ね、俺生命保険入れなくなっちゃったんですよね。へー、そっか。そうなの。体重ってあるんですね、生命保険。体重じゃなくてその BMI 値ですね。あ、BMI かね。それでいくつかを越すとその追加料金が発生しちゃってて、はいはいはい、なるほどね。それ俺の場合 80% なんですよ、追加料金が。え、結構高いですね。すごい高いですよね。うん、80って何それってぐらい高いな。だから 1.8 倍払わないと入れない。大変いや本当に大変なんですよ。2割ぐらいじゃないんだ、8割もそうそうそう、すごいね。 80% 増しなってすごいね。そうなんですよ。普通に考えられないぐらいのぼったくりじゃないですか。うん、まあでもね、入らないとならないからね。うん、子供もできたしね。うん、足に指動きますよね。あーってなるとならないな。え、ならない。
そう。でも俺もさすがに痛い時はその足ブルブルさせたりはするけど、うん、指は動かないかな。あ、そう。なんか私指がワキワキする。ワキワキ。これワキワキって。でもね、あれですよ。もっともなりますよ、指が。足の指が。こう、こういう動き方してくれ。ああ、でも、うん、足をそのうつ伏せでやられて痛い時に、立てる人はいるかもしれない。ああ、はい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 。つま先を立てる人。うん。あとはまあ、その、ベッドの足を握りしめてたり。ああ、はい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 。足指がワキワキってレア？うちはそんなにないかもしれない。あ、本当に。足自体を動かす人はいますよ。うん、こういうふうな。なんだろう、ブルブルブルっていう。ブルブルそう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 。これはやりたくなんないな。あとは膝を立てちゃうとかね。あ、膝立てるのはわかる。だから足枕してても、うんうんうん、足枕最終的にはまってないとか多いですよ。ああ、ね、なるほど。だからまあ足首立てると膝立てるのが多いかもしれない。 あとはその足を握る、うんうんうん、ベッドの、うんうん、こっちうつ伏せの時にね。そうそうそう、それが多いですね。うーん、あとその仰向けで例えば首でこうやった場合は、うんうんうん、もう特に動きはなく、うんうん、シーシー言うの？シーシー言うのが多い。ちょっと面白いな。女の人とかもシーシー言うの？いますいます。みんながみんなじゃないけど。女の人でシーシー言うの？いますよ。へえ、そうなんだ。おじさんのシーシーは結構わかりやすいけどな。うん、女の人もシーシー言うんだ。いますいます。へえ。みんながみんなじゃないから、うんまあ、それが見られる中で一番多い反応というか、うん、多いんですね。そう、まあ、あとこれも膝立てる人もいるのかな、うん、あとまあ女の人の場合はそのあんまり、まあ、これも多くはないけども、うんうんうん、もうまんま喘ぎ声になる人はいますよね。ああ、はい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 、わかる。これも使えないですけども、今までその言われたのはとか、はいはい、いや指が太いっていう意味で、指が太いで、そうそう、あとは硬いは多分自分が硬いっていう意味で、あ、そうなんだ、それやっぱりその今もううち半々ぐらいになってきたんで男女、はいはいはい、結構女性のお客さんも増えてきてますね。うーん、で強もみコースも女性の方受けるようになってきてるんで、うんうんうん、結構ね、その全体的に男女差薄まってるかもしれない。へ、やっぱ最初のうちはホットペッパー掲載してなかったから、あ、もう9割男性みたいな。ホットペッパーめっちゃ高くない？掲載料。いや、今1万です。へ、キャンペーン中だから。あ、そうなんだ。へ、最初の9ヶ月間が1万円で、あ、はい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 、で残りの3ヶ月が、はい、あの通常料金に戻って1年契約なんですよ。はい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 。でその1年はとりあえずその続けないとダメっていうプランで、うんうん、ああ、なるほどね。1年過ぎたら継続かやめるか。ああ、はいはいはい。だから多分プランを落として継続かもしれない。へえ、通常料金いくらなんですか？6万のプランでやってます。へえ、でも思ったより高くないな。なんかめちゃめちゃ高かったんですよ、ホットペッパー。6万円のプランも4万円のプランも、うん、もっと上のプランも、うん、全部1万円でできるんですよ。へえ、でも要はその9ヶ月が明けたら、あ、はいはい、それになっちゃうから、そう、残りの3ヶ月はその料金になるから、る、ね、だからとりあえず6万円にしました。でも6万でも相当な額っすよね、だって、うん、相当は、ね、ありがとうございました。よいしょ。あ、すっきりしてる。ありがとうございます。はい。すっきりした、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。すっきりしました。よかった。特に首が気持ちよかった。はい。でもやっぱ肩凝ってますよ。ああ、そうなんでしょうね。うんうん、もうなんか多分凝りすぎてて、うん、気づかないっていうか、もう肩凝ってるなっても思ってないですけど、そうね。はい。肩も凝
まで持ってましたね。うん、もやってもらうとやっぱ楽になるし。そうですね。うん、あとはまあ、そういうでもあんま動かすタイプじゃないですね。俺はあんま動かさないですね。動かさないでこう揉むんですよね。そうそう。すんですよね、まあ、なんでかっていうと、はい、最初は俺もやっぱ整体から入ってるから、うん、やりますよね。動かす手技をいっぱいやってたんですけど。動かさなくていいから揉んでほしいっていうその要望を、うん、結構聞いてるうちに、はいはいはい、そんなに動かさなくなっていきました。最初はもうめっちゃ動かしてましたよ。はい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 、はい、だから多分うちに来てたお客さんが揉まれたい方ばっかりだったんで、なるほど、ね、多分そういう風になってったんでしょうね。じゃあその辺も丹野さんのね特徴なので、ね、揉まれたい人、はい、動かされるように揉まれたい人、私は結構動かします。この辺はね、まあ、もうお客さんの好みだったり、ね、うん、自分のコンセプトなので、もう揉まれながら寝たいっていう人結構多いですよね。はいはいはい、はい、だから寝たいから体動かさないでっていう方もいたんで、それで起きちゃうみたいな。そうそうそう、はいはいはい、そうですね。ただその辺はね、うん、何を求めていくのかは、うん、何がいい悪いじゃないですからね。まあそうですね、結局、まあ、それはその辺でね。でも寺野さんのお店あるので、はい、はい、興味を持った方は来てください。はい、概要欄に貼っておきますご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you。